さんこんにちは。スイスでバイオリン学をしているひまです。すごい眩しいんですけど、この動画ではサムネとタイトルにもある通り、この前のオーディションの内容を話したり、あと結果と感想とかも話していきます。まずはじめにこのハンガリーのオーディションをやると決めた経緯などを話していきます。で、僕はこのハンガリーのオーディションをするのが正直ものすごく迷っていて、まずはじめにコロナでいろいろとすごく準備したりとかするのが大変っていう噂も聞いていて、入国するのがいろいろと大変っていう話も聞いていたので、ちょっと不安要素がすごく多かったのと、あともう一つは来年からのその行くつてっていうか行く場所がもう決まっていて、自分の中でまだ確定ではないんですけど、他のカンパニーから契約のオファーをもらっていて、その契約書がまだ届いていないんで、まだ確定ではないんですけど、その契約書が来たらすぐにサインしてっていうふうに思っていたので、ハンガリーのバレエ団に入団するつもりはなかったので、ここまでリスクを背負ってまでもオーディションに行くべきなのかなとすごく考えていましたっていうのが理由です。なんですけど、なぜオーディションに行こうと思ったのかっていうと、そのオーディションの雰囲気をすごく味わってみたかったからです。僕は本当は今年はいろんなところ、世界各地に足を運んでオーディションをしたかったんですけど、コロナの影響で全てがオンラインオーディションになって、でしかもいろんな、もうたくさんのカンパニーが今年は誰もダンサー、新しいダンサーを雇っていないということで、今年はどこも僕が現地オーディションができないっていうふうに思ってたんですけど、そのハンガリーのオーディションは現地オーディションだったので、そのオーディションの雰囲気とかもすごく見たいなって、将来僕がオーディションしたいっていう時のためにそういうオーディションのその経験を積みたいなって思い、オーディションすることに決めましたというのが僕がオーディションを決めた経緯でした。で、今からオーディションがどんな風な感じだったのかお話ししていきます。で、オーディションは日曜日にあったんですけど、グループが4つもあって、ハンガリーのコロナのためのルールがあって、それが1つのその部屋っていうかそういう場所で10人以上いちゃいけないみたいな、そういうルールがあったので、その参加者が60人以上いたんですけど、だからすごくちっちゃいグループに分かれていました。で、だからグループが4つあって、で1つのグループにだいたい5人から7人くらいいたって感じですね。で、僕の場合はグループ2で、で一緒にいた女の子もグループ2だったので、一緒にオーディションへ来たんですけど、グループ1が9時ちょうどにクラスが始まったんですけど、まず簡単に僕のクラスのスケジュールを説明すると、朝10時10分にバレエのクラスの審査があります。で、それがたったの1時間だけで、まずこのオーディションが3つのラウンドが3つあって、1つがクラス審査で、2つがバリエーション審査で、3つ目がモダンのそのクラス審査でって決められるんですけど、だからそのクラスが終わった後にラウンド2に進むかどうか、もしくは落とされるかっていう風に発表があって、でその後にバリエーションがあると、で最後にモダンで、バリエーションが終わった後ももちろん設定モダンに進むかごめんなさいかっていう風に分かれるんですけど、で僕はオーディション会場に行ったのは結構早めに着いて、でそこでまず初めにオフィスへ行って、温度検査とあとコロナの陰性のその書類を見せて、でいろいろとなんか自分の名前書いたりとかサインとかをしました。でそれが終わったら係の人に場所などを案内してもらって、で更衣室などに行きました。なんですけど、スタジオがまず手前、一番手前に女の子のスタジオがあって、でその次にウォーミングアップするスタジオがあるんですよ。でそこでなんかいろいろと結果発表などの指示とかがいろいろあるんですけど、でその向こう側に男子の審査のスタジオがあって、でそのさらに向こう側に更衣室があったんですけど、だから女の人に案内されてもらった時はその男子のスタジオを通過しなきゃいけなくて、だからグループ1が始まる10分前とかやったんで、みんなすごい気合い入れて準備していて、で、まあ、それは良かったんですけど、その一瞬見た時にみんな同じレオタード着てて、黒、全部黒とタイツみたいな感じ でそこで僕すごいびっくりして、それ大丈夫かなって思ったんですけど、それっていうのも僕が着たのは白のタンクトップにピンクのスパッツ、前のリハーサル動画の後半見てもらったら分かるんですけど、あれと同じ
レオタード着て、うわ僕だけなんかすごい奇抜なの着てんじゃんって思って、だからその案内してくれた女の人にもうすぐに、あの僕こんな服別のレオタード着てんですけど大丈夫ですかって言ったら、全然そういう決まりがなかったみたいでちょっとホッとしましたっていうのが終わった後に、それで更衣室へ行って、で更衣室で着替えて、で男子のクラスが始まる前に出たかったのですぐに着替えて、でスタジオをまた自分で通り、ウォーミングアップのスタジオに入りました。でウォーミングアップのスタジオに入れたのは大体1時間ちょっと前くらいかな、僕のバレエのクラス審査が始まる。でそこでウォーミングアップとかいろいろしてって感じで、でみんなすごく集中してて、もちろん当たり前なんですけど、だからあんまり話したいとか、僕すごくいろんな人と話して友達になりたかったので、で前にも言った通りグループがすごい4つも分かれてて、しかも男子と女子って分かれているので計8グループありました。でグループ1が僕がウォーミングアップしてる間にクラスあったんですけど、だからグループ1の女子と男子が別々のスタジオで同じ時間帯にオーディションをしていたので、僕がいたウォーミングアップしているスタジオにディレクターとあと女の人がすごい行ったり来たりとかしていましたね。っていう点こんなでグループ1のオーディションが終わりました。で僕がグループ2のオーディション行きます。ウォーミングアップ全部撮って僕だけピンクと白のタンクトップみたいな感じで、でまあすごい目立つから自分の中では良かったかなって思います。でオーディションはすごい、そのクラスは僕覚えるのがちょっと苦手なので難しいステップとかあったらすごい大変かなっていうふうに思ったんですけど、結構振りもシンプルで、で逆にすごい振りもシンプルで安心したっていう面もあって、逆にちょっと振りを間違えてしまったっていうまあそんなこんなで、だからすごいクラスは結構振り間違えたんですけど、まあ自分の 100% は出し切れなくても、それなりに自分のことをちゃんと見せれたかなと思いました。ディレクターは初めのバーらへんの方はいなかったんですけど、後半のジャンプとかになっていると見てくれていました。でクラスが終わりました。で全体の雰囲気はすごくみんな上手でした。やっぱりここのオーディションに来る前までにもうすでに落とされてるんで、書類審査で、だからみんな上手な子が来てて、でしかも驚いたことにみんなすごい世界各地からハンガリーへわざわざ来てましたね。クラスが終わった後に第2ラウンドへ残るかどうかのその発表待ちがあって、でその発表待ちのために40分くらい時間があったので、その間にもすごいたくさんのその僕のグループ2の男子の子たちといろいろお話ししました。すごく仲良くなれて本当に楽しかったです。でそれが終わって、で発表がありますって言うから、ウォーミングアップのスタジオにまたみんなで戻って、でラウンド2に残るかどうかの発表がありましたって思ったんですけど、まず初めにすごい少ない人数を呼ばれて、でその中に僕も入ってたんですけど、その人数の子たちがラウンド2を進むんじゃなくてラウンド3のそのモダンに進むってことで、ラウンド2のそのバリエーションをする必要がないっていうふうに言われました。で僕的になんでバリエーションやんなくていいんだろうって思ったから、そのスタッフさんにその結果発表が終わったらすぐに行って、なんで僕バリエーションやんなくていいんですかって聞いたら、バリエーションやんなくていい、いい子たちは、いいその数人はこれ以上バレエのその審査をしなくていいっていうレベルに達していたっていうことでした。だからラウンド2に進む子たちはそのセカンドチャンスみたいな感じで、セカンドチャンスでそのディレクターにもう一回アピールできるかっていうためのことらしくって、でバリエーションのセカンドラウンドしなくて良くなったっていうこともあり、ものすごい時間のお休みがありました。結果発表が終わったのが11時50分くらいだったかな、まあ、もう少し早かったかもしれないけど、で11時50分くらいに終わって、で第3ラウンドのモダンのクラスが始まったのがもう4時くらいだったので、もう4時間以上のお休みがあったの でそこでもうずっとウォーミングアップスタジオで、そこで新しくできた友達ともうすごいたくさんお話してました。いろんなお話で、その後結果発表が終わった後もグループ3、グループ4とクラスがあるんで、だからそのグループ3、グループ4 の, そのウォーミングアップしてる子たちの様子も見たりして、でそのグループ3の男の子たちが終わって、でウォーミングアップスタジオに戻ってきたらまたいろいろとその新しい人たちともお話ししたりとかしてすごく楽しかったです。はい。でその後に全員の発表が終わった後、皆さんバリエーションをのウォーミングアップスタジオでみんな練習し始めてました。
そのバリエーションの雰囲気を見てたら思ったんですけど、やっぱりみんなすごく踊り込んでて上手で、正直自分がバリエーションがなくて、気楽ですごいホッとしました。で、バリエーションはそのスタジオ1の、その一番手前のスタジオでみんなやってたんですけど、そのスタッフさんがいち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 毎回毎回来て、誰々準備してくださいみたいな感じでやっていましたね。で、そのバリエーションみんなが終わって、誰がその第3ラウンドのモダンのクラスに行くかっていうふうな話をしてました。だからバリエーションが終わったら、僕的にはもうすぐにモダンのクラスが始まると思ってたから、すごい準備っていうか心の準備をしてたんですけど、僕はモダンの2グループっていうことを知って、また僕時間が空いてしまって、で、そのスタッフさんは30分くらいでまた2グループ始まりますとか言ってたのにかかわらず、もう50分後くらいでしたね。だからすごい、もうこのオーディションですごくたくさん動いてハードではなかったんですけど、もう待ち時間が長すぎて、でもちろん緊張っていうかもちろんしてたので、そわそわしてたから、そういうふうな精神的な面ですごく疲れました、今回のオーディション。で、モダンはそのキリアンのその作品の振り写しみたいな感じで、40分くらいかな、その女の人が絶対振りを教えてくれて、で、それを覚えて最終的に踊ったって感じで、すごく音も速かったし、振りもいろいろ複雑だったので、すごく初めの方は難しかったんですけど、後半になると僕も慣れてきて、で、最終的に僕自分の中ですごいバリバリ踊れて、うわ、良かったんじゃないかなって、自分の中では手応えありました。で、そのモダンが終わって、で、僕たちはみんな着替えて、で、15分後に結果発表って言われたので、まあ、すぐに着替えて、で、また結果発表の場所へ戻ってきたんですけど、まあ、結局15分じゃなくて何分くらいだ、少なくとも30分は待ちました。だから本当に待ち時間が長くてずっとそわそわしてました。で、結果発表で今からディレクターと面接っていうかお話ししなきゃいけない人を発表しますって言って、で、そこに僕の名前も含まれたんですけど、初めは僕も含めて4人来てくださいっていうふうに言われて、で、僕はたったの4人だけっていうのもあったし、契約もらえたのかなって一瞬思ったんですけど、いざ入ってみると僕たちは補欠みたいな感じらしくて、補欠 らしくて、だからもしも誰かが契約を取らなかったり、カンパニーのダンサーが辞めたりとかした場合に契約をもらえるらしくてっていう話をされたのと、あともうすごいたくさんのハンガリーのカンパニーのお話をされました。だから例えば給料だったり、どういうふうなシステムだったり、どういうふうなサポートがあったり、いろいろカンパニーのお話を、それと契約書をもらった時にすぐにサインできるようにっていうために、いろいろたくさんディレクターがお話をしてくれました。質問もして、で、話が終わりました。で、僕が出て、で、その残った子たちが10人以上いて、12人くらいいたかな、12人くらいいて、で、その子たちがバーって入ってて、で、その人たちがみんな出てって、で、みんなすごく嬉しそうにしてて、で、その12人くらいの子たちがみんな契約をもらってたみたいで、で、正直僕は前にも言った通り、ハンガイの契約をもらってもそのサインするつもりはなかった、行くつもりはもともとなかったので、まだ確定ではないんですけど、行く場所が決まっていたから、そのハンガイのその契約書にサインしてっていう。行くつもりはなかったので、だから契約をもらえなかったから悔しいとかじゃなくて、その10人くらいたくさんいた中のうちの1人に入れなかったっていうのがすごく悔しかったです、その時は。はい。なんですけど、後々自分で1人になって考えたり、そのオーディションのことを振り返ったり、あと契約をもらった人たちのその傾向だったり、男子のその雰囲気だったりを考えたりとかすると、自分の中で見えてきたこともあって、将来僕がもっともっとどういうのをトレーニングしなきゃいけないのかっていうのがすごくクリアに見えたので、今はもう全然悔しいとかっていうよりもちゃんと頑張んなきゃって気持ちがあるんですけど、まあ、その話は次します。今回のオーディションの考察は次の動画でお話しします。まあ、って感じで、まあ、その時はすごい悔しかったんですけどって感じで、はい。で、最終的にみんなと下の階のオフィスへ行って、で、いろいろサインとかして、で、オーディションが終了っていう形でした。まあ、結果的にすごく不安だったんですよ、コロナの影響で。入国できるのかもすごく不安で、なんですけども、本当にオーディションに行けてよかったなって思いました。
もうすごく楽しかったし、あ、いろんな新しい仲間とお話もできて、ですごく楽しかったです。いろいろ刺激ももらえて、だから本当に行けてよかったなって思いました。僕のオーディション行った目標が、一つの目標がそのオーディションの雰囲気を見ること、見て経験することだったので、それはもう完全に達成できたので、すごく良かったなって思いました。もうね、入国できるのがすごく不安だったにもかかわらず、あの前の動画でも見たら分かる通り、ものすごいスムーズだったので、だから本当に行けてよかったなって思いました。まあこの後ものすごく道に迷ったりとかして大変だったんですけど、まあそれは置いといて、本当にいい経験になれましたね。じゃあ次の動画でオーディション、今回のオーディションの考察をしていきます。ではまた、さよなら。この動画ではスイスでの生活や友達のこと、勉強している姿などを残していきたいと思っています。どうか僕の成長を温かく見守ってください。 So thank you for watching. Don't forget to hit that like button and subscribe. チャンネル登録お願いします。 Bye. さよなら。